お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。なんとね、今回第4弾なんでございますけども、とてつもなく、素晴らしい、悪顔に出来上がっております。俺いつも作るたびに、これをもう超えることはないんじゃないかと思いながらも、本当に俺はここがもう最上級かなと、もう山で言ってエベレストみたいなとこまで来ちゃいましたね。まあ、前も言ったんですけど、説明が長いって怒られるんで、早めに進めたいんでございますけども、なぜ、ちょっと待って、ほんまにね、今回の二人に関して言えば、悪すぎる。もう、悪とかではなくて、なんやろな、極悪？うん。まあ、そうね、二人の極悪顔ね、ちょっとね、見てほしいと思います。なぜ、動画終わった後に、やっぱり人となりというのを説明はしたいんですけども、本当にちょっと、悪いです。悪い！それでは、どうぞ。人気 YouTuber を殺害し、死体を遺棄した容疑で逮捕されたのは、大阪市西成区在住の大前金太郎容疑者です。大前容疑者は自身が経営する店舗に頻繁に訪れる YouTuber たちに嫌気がさし、殺害し店舗の裏に遺棄した模様。はい、悪いやろ。悪いわ、ほんまに。大前容疑者、うん、まあ、居酒屋のね、淡路屋さんでお店があるんですけども、最近も西成のアイリン地区で結構まあバズってるぐらい流行ってまして、なんとここでね、結構知ってる方は知ってると思うんですけども、刑務所料理が食べれるんですね。うん。なんかこの、神戸刑務所とかで名物の料理があって、それを食べれる。うん。それと同時に、ご飯が食べれない人とかはね、ここ無料でご飯を提供している素晴らしいところなんでございます。ほんと素晴らしいんですよ、この方。うん。ただ、知ってる、ごめん、知ってる。なんで神戸刑務所のね、料理を食べるのかっていうと、自身が前、自分の過去を包み隠さず、全部オープンにしてて、俺は将来、昔に、刑務所行ってきたと。うん。その時に食べて料理美味しいから、皆さん食べてほしいっていうのと、あとアイリン地区でお金、とか、ない方とかに無料で奉仕してる。ここの優しい方なんでございますね。うん。ただやっぱね、顔が悪い。もうなんかね、カメラ回して、はい、スタートって言った瞬間に、またやりきってくれるんですよね。タバコの吸い方もね、飲み方も完璧で、素晴らしいんじゃないでしょうか。で、なぜよく YouTuber がもうお店を訪れる、ジョーブログのジョー君がね、一緒に、お店に行ったり、お風呂に行ったりとかで、さらにこう、お店が流行っちゃったんですね。うん。で、俺の中のイメージとして、もうめんどくせえな。ぜひ、殺して、裏捨てとけやっていう。うん。そうなんでございます。いや、本当に素晴らしいっすよね。うん。出来栄えが素晴らしいです。あと、奥さんのね、作るプリンが、これまた、超絶うまい。あんま知られてないんですけども、俺がね、いろんなところでプリン食べるんですけども、奥さんのカテリンが作るプリンっていうのは、今のところ、世界ランキング1位でございます。間違いなく。うん、ぜひ召し上がってください。ということで、それではね、続いてまいりたいと思います。いや、これ多分、ほんとね、これだけは、自信 400% どうぞ。府に貸金業として登録せず多額のお金を貸し付けたとして森沢香織容疑者が逮捕されました。森沢容疑者は本来の利息の基準を 300% も上回る利息で貸し付けていた模様です。なお本人は黙秘しています。いやいや
完璧すぎじゃない？うん。ちょうどこの日、撮影させてもらうときに、アージアさん、迎えに最初に出てきた、大前金太郎容疑者のお店で、ジョーブログと、加藤サレちゃんが撮影してました。うん。で、その時に今見てたんですけども、森沢さんに、今、ここで撮りたいですね、って言ったら、トイレがないんですよ。うん。撮影班とかいっぱいで、詰まってたので、西成署にちょっとトイレ行ってくるわ、って。もう隣、目の前が西成署なんで、トイレ借りてくるっていうことで、トイレ借りに行きました。で、俺はその時、今やと思って、カメラ回させてもらったんですよね。距離感、カメラとの。ちょっとこう、鮮明じゃない映像が、またリアル感を増す。うん。で、出てくる時のね、もう雰囲気も完璧じゃないですか。後ろ警察行ってるしね。うん。いやいや、リアルに、リアルが重なってるわけなんですよね。はい。で、あとこの森沢さんなんですけども、闇金牛島くんに出てくるあの主人公にちょっとね、似てるとこがありまして、ちょっと大きめにした感じなんですけども、まあ、やっぱね、容疑は闇金しかねえな、ってことで、闇金にさせてもらいました。いやいや、これちょっとね、もし、これを超える、動画があるっていう人がいてるんであれば、本当僕と勝負しましょうよ。これ以上のものはないですね。素晴らしい。はい。森沢さんね。はい。あと元々は大阪ですごく喧嘩が強くて有名な方だったんですけども、そういうのも含めて、なんかこう、滲み出る余裕と、なんか、王者の歩き方というか、うん。取り調べだけども、まあ、模擬して、何事もないまま、ちょっと今日帰っていいぞって感じで帰ってきたっていうね、その感じがもう、滲み出てるんでございますね。いや、素晴らしいと思います。いや、なぜこれ以上の作品はないね。はい。ということで、これ以上ネタないけど、頑張ってこれからも僕探して、定期的に、悪い顔選手権、やっちゃいたいと思います。皆様、こう、ご期待、ありがとうございました。